こう。逆だったかな。待って。あ、逆だったか。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索部です。今回は週刊ナイトライダー78号を組み立てます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのナイトライダーの組み立て動画、再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。お、細かいパーツがいっぱい入ってますね。お、前回と同じようなパーツなので反対側って感じかな。三角のチャンネルではヤーゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。今日はここに載せちゃったりして、よいしょよいしょよいしょ。はい、ダイキャストはこれだけかなですね。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。はい、今回は右側のヘッドライトを組み立てて、シャシー全部に取り付けます。これがヘッドライトサポート。硬いやつ。それから、これがケーブルアタッチメント。ヘッドライトのカバー。ヘッドライトのリフレクター。これがヘッドライトのレンズ。ハロゲンって書いてあります。それから4Pネジ、AMLMTM、 パーツは全部ありました。まずはこの後ろに LED の先端をつけます。これですね。もうこれいいかな。これ取って、これをゆっくり折り曲げます。どっちでもいいかな。よいしょ。根元から、あ、じゃあ入れてからにしようか。この向きで、こっちがよーく尖ってる方を右上にして、ここにハロゲンって書いてあります。この向きでこう入れます。そしたらここに穴が2つあるけん、この穴にこれを曲げる。ということはこれはこっちに曲げる。で、こう。逆だったかな。待って。あ、逆だったか。あ、違う違う、合ってる。この真ん中に止める。大きいネジで止めます。はい、こっちが上です。そしたらこの金属を穴を下にして、で TM ネジで止めます。違うわ。線の、え、線の下、間違えた。
線を線の下だ。線の下に入れます。そんでコードをこの溝に沿わす。こうですね。はい、間に線が来るようにして、でこれを本体に取り付けます。繰り返して後ろかな。はい、本体を裏返しました。そしたらこっちのこっち側を参考にして。トリセツミンクでいいかな。両側に AM ネジ、そして真ん中に線をこうして、あ、で線をギュッてやっちゃうとこうなった時に引っ張られるけん、引っ張られた状態で止めた方が良さそうというアドバイスをいただきました、コメントで。はい、最後 LM ネジ、この状態で、あ、でも今回はあまり関係ないか。よし、今回は関係なかった。動きます。そしたらもう一回表に返します。ドアにこのマステを両側に貼ったらすごい扱いやすくなりました。まあ跡がつくけん嫌だっていう人もいると思うけど、私は断然マステで貼った方が移動がしやすくなりました。じゃあこの状態で、ちゃんとこれが上下するか確認します。よいしょ、よいしょ、何でしょうか。まあ特に引っかかってないですね。大丈夫です。よし、 OK。 じゃあ今回はこれで完成です。最初あのこのねコードこれの下にやっちゃったんだけど、これよりもコードが上なのでここ間違えちゃったので気をつけましょう。これぐらいかな、難しくもないか。一回ね、こっちでやってるはずですが、忘れてました。はい、それでは次回の79号は、リトラクタブルヘッドライトの取り付けになります。パーツは少なめですけど、どうでしょうか？難しそうでしょうか？パーツは、なんか、この辺、とか設置していく、コメントを見る限りではなんかこの辺を設置していくかもしれません。お楽しみに。ラップが貼ってあります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ライトライダーの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。ハロゲ見える。そしてタンサックはしょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。
このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。